さんこんばんは、キャンキャンモデルのななみです。今日もよろしくお願いします。後ほどゲストの方にも出演していただくので、皆さん楽しみにしていてください。はい、そして皆さん最近暑くなってきましたが、夏バテは大丈夫ですか？私は毎年こんなことにはならないんですけど、今年は夏バテが本当にすごくて、基本的に毎日ご飯のことしか考えてないんですよ、私なんですけど、お腹は空くのに食欲がないんですよ最近。しかもずっとぼーっとしてて、この間はメイク落とす時にクレンジングだと思ってやってたら、なんか臭いなと思って捨て除光液だったみたいなことがあって、ちょっと本当にやばいので、まだ夏始まったか始まってないかぐらいでこんななんで、皆さん夏バテ解消法がありましたらぜひ教えてください。この後反省会配信で聞きたいと思うので、皆さんちょっと考えておいてください。お願いします。では番組始めていきたいと思います。この番組キャンキャンルームは、キャンキャンモデルの私のナミが可愛いのスペシャリストをお招きして、その方のライフスタイルを深掘りしながら、一流のセルフプロデュースマルヒテクニックをこの番組限定でレクチャーしていただく番組です。視聴者の皆さんと一緒に私自身も学びながら、ファンの皆さんも知らないゲストさんの魅力を引き出し、モデルとしても新たな可愛いを学んでいきたいと思います。お願いします。はい、そしてこの番組では視聴者の皆さんからのコメントや質問も随時募集しています。ちょっとね、始まる前からたくさんコメントが来ていて、ゲストの方と一緒に見ていました。はい、ありがとうございます。はい、番組放送中もコメントや質問じゃんじゃん募集しています。右下にあるアイテムを投げたり、コメントを書き込んだりして、皆さんもどんどん番組に参加してきてください。コメントやアイテムを投げるためには無料のアカウント登録が必要になりますので、まだの方はアカウント登録よろしくお願いします。そしてツイッターマークを押すとこの番組をツイートできるので、ツイートもじゃんじゃんお待ちしています。お願いします。はい、では皆さんお待ちかねの今回の特別ゲストをお呼びしたいと思います。今日の特別ゲストはこの方です。お願いします。こんばんは、 AKB48 の長友あゆみです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで今日は AKB48 の長友あゆみさんをお迎えして楽しくお話ししていきたいと思います。はい、では早速ですが、今日初めましてですね。はい、初めまして、はい、今日なんてお呼びすればいいですか？あやみんでお願いします。あやみんで、はい、で私はななみんでお願いします似てる。あやみんななみん、みんみんコンビですね今日は。はい、はい、なんか今日は私楽屋から出てお手洗いに行こうと思って扉を開けたら、多分あやみんのマネージャーさんがいて、開けざめの前にいたんで、びっくりしちゃって、びっくりしたって言って、その後お手洗いの扉開けたら、もう同時であやみん出てきて、ね、またびっくりして、あ、びっくりしたって言って、それがね、初対面だったんですけど、でもなんかすごいほわほわしてマイペースな方なのかなって、なんかずっと笑ってて可愛いなっていう第一印象だったんですけど、どうですか、いつもメンバーの中ではどういうキャラですか？でもよくフワフワしてるね。あ、言われます。あ、じゃあ当たってるで、どんなキャラなんだろう、うん、でもなんか今はチーム4になったんですけど、うん、チーム K の時になんか沼担当って先輩がつけてくださって、うん、なんか一度見たら沼っちゃうみたいな、公園とかで見たらなんか沼に入っちゃうみたいなので、うんうん、沼担当ってつけてもらってから、すごいうちわとかで沼担当みたいなつけてくれたりとかする方はいるので、なんかちょっとそれを広めていこうかなって思ってます。すごいわかる、これは沼りますね皆さんすごいわかります。なんか、うん、一回見たら沼っちゃいますね。コメントもそれはわかるぞって、沼に入った本人いっぱいいますね、沼に入った方が沼担当のじゃああやみんとね、はい、今日はやっていきたいと思います。お願いします。はい、では今日の2人のヘアメイクとファッションです。はい、今日のテーマはキャンキャン流夏モテコーデ。はい、キャンキャン流夏モテコーデをテーマにスタイリングしてきてもらってます。じゃ今日のポイントを一人ずつ紹介していきたいと思います。じゃ私から、はい、少々お待ちください
すごい可愛い。こんな感じですね。じゃじゃーん。今日はホワイトを使ったワントーンコーデです。はい、こんな感じですね。はい、ちょっとシンプルなコーデなんですけど、下はサンダル、はい、シンプルなコーデなんですけど、この肩がちょっとチラ見せになってて、このトップス、はい、これがドキッドポイントなんじゃないかなと思います。あとここのね、肩の、なんだろう、この、なんていうの、チュール、このチュールチュールかな、なんだろう、はい、この透けてる素材、このクシュッとした感じがすごい可愛いなっていう、うん、欲しいなと思いました。はい、そしてメイクはこんな感じ。はい、マスカットグリーンのアイシャドウを使った女子モテメイクになっています。わかるかな、はい、すごい。なんかグリーンってちょっと大丈夫かなって聞くと思うんですけど、うん、ちょっとくすんでる色なので、すごい肌なじみが意外と良くて使いやすいなって思いました。はい、ネイルと友達、あ、そうなんですよ、あのヘアメイクさんがこのネイルを見て、あのこれを使ったって言ってました。すごい、めっちゃぴったり同じように。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。パチ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 、かわいい、ありがとうございます。ちょっと白が好きなので、白いいですね、いいですよね、白い服。はい、じゃああやみん、はい、お願いします。かわいいワンピース確認してるぞはい、私は、はい、こんな感じです。かわいい、ドットのワンピースでシックな印象になってて、うん、でここの肩のとこのこのレースがすごいかわいいので、うん、なんか上半身映えするコーデになってて、私結構夏とか腕を出したりするのがすごい好きなので、腕がしっかり見えるようになってて、さっき肩チラ見せだったと思うんですけど、背中が見えるかな、あ、かわいい、背中見せ、流行ってますね、見えるようになってて、かわいい、これがキュンポイントです。です、はい、メイクはあの目元にピーチカラーのアイシャドウを使っていて、フレッシュな印象になっています。夏のモテメイクにしてくださいました。はい、はい、かわいい、ありがとうございます。2人とも果物ですね。確かに、そうですね、マスカットとピーチ、マスカットとピーチ、フレッシュなメイクです。はい、ではじゃあ今日もスクショタイムをやっていきたいと思います。はい、はい、はい、ではいつもゲストの方に、はい、あのハマってるポーズとかいつもやってるポーズをお聞きしてるんですけど、はい、なんかありますか。最近チーム4なんですけどで流行ってるポーズがあって、こういう、ギャルだそうが流行ってて、これをよくみんなやってます。すごい、じゃあギャルピースでいきましょう。初めてやるかも。本当ですか。なかなかやばいですよね。やばい、じゃあこの年になったらやらなくなっちゃう。じゃあギャルピースでスクショタイムスタートです。はい、ピはい、あ見る方2人とも。はい、撮れましたか。ではスクショタイム終了です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでライフスタイルトークに入っていきたいと思います。はい、はい、ここではあやみんのライフスタイルを深掘りしてトークしていきたいと思います。はい、ではまず今だんだん暑くなってきて、私も夏バテって言ってましたけど、うん、あの衣替えのシーズンでもありますが、はい、あの学生時代の衣替えエピソードとかってありますか。学生時代は、あの中学生の時の制服が夏用と冬用ってあって、うん、一応それが夏用がなんかちょっと薄い生地になってて、緑のチェックみたいな感じだった、うん、で冬用が赤チェックだったんですけど、やっぱみんな赤チェックの方が可愛くて着たがるので、うん、なんか夏でも結構赤チェックを着てたりとか、うん、2着買わないでもう赤だけ買って、そうですよね、っていう人も結構そういう人が多かったです。へえ、すごい色が違うってでもいいですね。なんかそうなんですよ、色が違うんです。でもなんかやっぱり緑も緑で可愛いので、うん、なんか夏はベスト着たりしてたので、うん、
それになんか緑のラインが入ってたので、なんか緑のチェックのスカートを私はそっちも着たりしてました。あ、着てました。はい、わー、いいですね。そうなんです。私こう制服の話を聞いて、全然中学の制服とかが思い出せなくて、高校はブレザーだったんですけど、ジャージばっか着てたんで、部活の部活なんかバスケ部だったんですけど、はい、バスケ部の夏は別にポロシャツとショーパン、うん、で、あの冬が全身グレーのジャージだったんですよね。もう本当にそれが、もう言っていいのかかんない、本当にダサくてもうみんな、他の練習試合とかで他のチームのジャージ見て、え、なんで うちらのチームだけこんなにダサいんだろうねみたいな言ってたっていう思い出がすごい残ってるんですけど、す部活とかやってましたか？部活、公式テニス部でした。あ、やってました。どうでした、ジャージは？ジャージはそんなに、でも多分、他の人から見たらダサいかもしれないんですけど、でも私たちはやっぱ夏とかは地元で遊んだりする時も、下は学校のジャージで上 T シャツとかがよくあるくらい、いいな、私物化してました。めっちゃすごい羨ましいですそれそんなにダサくなかったかもしれない。そう、ザ・ジャージみたいな感じですよね。ザ・ジャージみたいな感じ。そうですよね、はい、しかも私なんてもうシャカシャカ、グレーのシャカシャカセットアップそれがあ、バスケ部のってことですか？そうです、バスケ部の。あ、なるほど。でもなんかコートネームがここに刻まれてて、はいはい、それだけが唯一のお気に入りポイント唯一はい、そんな感じでした。はい、じゃあ次の話題いきたいと思います。はい、雑誌にて AKB48 の神セブンとして紹介されてました、はい、があの体型キープの、なんだ、体型キープのためにやられてることとかってありますか？体型キープは私、上半身にあんまりお肉がつかないんですけど、すごい下半身が太りやすくて、もうそれが嫌で、毎日寝る前に壁にこう足を両足なんていうんですか、上げて沿わせて、それを15分ぐらいやってから寝るようにしてます。結構変わりますか？変わりますね、やっぱ。 あとはもう 4,5 年ずっと AKB 入ってから、あの足履くやつ、着圧のフックスを、なんか全部じゃなくて膝上ぐらいまでのがあって。へえ、それはなんで全部ではない？で、なんか下までやってやっぱちょっと、なんか寝づらいというか気持ち悪いので、その膝上ぐらいまでのやつを毎日履いて寝てます。やってみよう全然細いので。いや、私も完全にそうなんですよ。上より下につくタイプなんで。ありますよね、ありますか？逆になんか私ですか？いや、私はもうマッサージしまくってますね。お風呂上がりのマッサージと、外側がやっぱり張っちゃうので、ストレッチ、ストレッチはすごいやってます、なんかもう説明するの難しいんですけど大天使って分かりますか？外側が張る原因みたいな、なんか大天使っていうところがどんどんこうやって外に出てきちゃうっていうのが原因らしくて、それを引っ込めるエクササイズとか調べるといっぱい出てくるんで、それをやったりとか、筋膜リリース、ゴロゴロちょっと痛いの我慢してやったりとかしてます、はい、やってみてください、はい、はい、じゃあ続いてファッションなんですけど、ファッション普段取り入れてるファッションのポイントとかってありますか？普段はなんかそれこそ下半身が結構気になるので、あとめっちゃ足短いのがすごいコンプレックスで、わざとショート丈のトップス着て、あのちょっと足長効果出したりとか、なんか例えばそれこそ腕見せてたら上半身に目線がいくかなって思って腕見せたりとかはしたりしてます。なるほどね、はい、夏服はなんか買いました？夏服はカラーものにチャレンジしようって思ってて、やっぱ夏なのですごいなんかピンクとか、あ、いいですね、緑とか流行ってて、でいくつか買ってて、すごいやっぱ目に留まるし、なんか着るだけでテンション上がるので、上がりますよね、すごい。カラーものは夏たくさん使いますね、いっぱい、はい、いっぱい着てください、はい、ファンの方これかなって当ててくださいね。当ててください。当ててくださいね。はい、ではじゃあ続いてボックストークに入っていきたいと思います。はい、はい、こちらですね。
じゃ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 ん、ちゃんの、はい、こちらにトークテーマが書いてある紙が入っているので、うん、私が紙を引いていって出たトークテーマについて話していきたいと思います、はい、では早速引いていきます、うん、お願いします。じゃん、何かな、はい、普段のメイクとアイドルメイクで変えているところどうですか。普段のメイクとアイドルメイクは、アイドルメイクの時はもう下地の前になんかあの毛穴とかをきれいにするやつをやって、下地やってファンデーションやってコンシーラーやってとか、結構しっかり汗で落ちないようにとか、あとをしたりするんですけど、普段はあんまりファンデーションを塗らずに下地とコンシーラーだけで済ませたりとか、ファンデーション使うときはクッションファンデで、でなんかメンバーからそのクッションファンデは落ちやすいみたいな聞いて、それでステージに立つときはリキッドのファンデーションを使ったりとか変えたりしてます。なるほど、はい、私最近なんだろう、寒暖差なのかな、でアレルギーみたいな感じで肌にちょっとなんか反応痒くなっちゃったりとか出ちゃったりして、なんかよりによって私今週がすごい撮影のウィークだったのに、なんでこんな時にっていう感じになっていましてなんかそういう次の日撮影なのにどうしよう、どうにか炎症を抑えたいみたいな時のレスキューアイテムみたいなのがあったら教えてほしいんですが、ありますか。あのそのニキビとかを治したりする薬、塗り薬をまず塗って、その上に絆創膏を貼ると、全然違い、本当ですか、完全になくなるわけではないんですけど、ちょっとマシになります。浸透するんですか。浸透する、それが結構いいです。すごい、やってみます。やってみてください。ありがとうございますはい、じゃあ続いていきたいと思います。はいはい、リリリリリじゃん、こちら、あじゃん、スタバでおすすめのメニューやカスタムは感じた。カスタムはありますか。これはインスタを拝見させていただいて、はい、スタバとアイスがすっごい乗ってるなっていうのが気に入って好きなのかなと思ったんですけど、はい、なんかおすすめのカスタムとかありますか。おすすめのカスタムは、でも一昨日なくなっちゃったんですけど、ほうじ茶クラシックティーラテがすっごい大好きで、その時にしてたカスタムがムースフォームを追加する、なんか普通のほうじ茶クラシックティーラテに上にクリームみたいな、クリームムースみたいな、あれなんかよく見るかもしれない。本当ですか。ふわふわした、そうふわふわしたやつそう、それを乗せるのがすごい好きだったので、なんかほうじ茶クラシックティーラテはなくなっちゃったんですけど、他のメニューでも結構乗せたら美味しくなるかなって思います。すごい、なんかよくインスタとか見てるとすごいカスタムの注文の仕方とかを紹介してるアカウントとかがあって、したいなとは思ってるんですけど、なんか緊張しちゃってまだできてないのでそうですね、スタバ行ってなんかよく行くと思うんですけど、なんかタンブラーとかたくさんグッズとかも売ってるじゃないですか。売ってますね。買ったりはしますか。自分で買ったことはないんですけど、水筒をいただいて、それは持ってます。あ、すごい入れてもらう。なんかまだお店に持ってったことなくて。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だから多分入れてもらえるんですかね。なんかあれ、それはもうスタバ上級者っていう感じがそうですよね。持ち込んでぜひ入れてもらって、かっこよく持っていきますはい、じゃあ続いていきたいと思います。はい、で、はい、こちら、はい、あ、じゃん、髪型や髪色のこだわりや気をつけていることありますか。気をつけている、髪型は、髪型はあの宣材写真、この配信が始まる前にこう並んでた写真があると思うんですけど、それが三つ編みなので、なんか例えば全然自分のことを見たことない人に会うときはやっぱなんか8人でステージ立ったりするので、今なんか後からこの子誰だろうって検索した時にやっぱ一番最初に出てくるのが宣材写真だと思うので、なんかそれが三つ編みだからステージ上も
三つ編みだったらこう一致しやすいかなと思って三つ編みにしたりとか、まあ、でも普段のステージは結構劇場公演は何度も見に来てくださる方が多いのでそのたんびに変えたりとかしたり、髪色は私真っ黒の髪色が似合わなくて昔からそうなんですか。そうなんですよ、なんかあんまり真っ黒ってしたことなくて、ちょっと茶色だったりとか、でもやっぱ明るい髪色が好きな人もいれば落ち着いた髪色が好きな人もいるので、どっちもやったりとかはするようにしてます。すごい、なんかすごい考えてるですね。すごいな。わー、そうですね、潜在写真とのバランスとかとかは、はい、マジ正直考えたこといや、そうですよね。そうですね、確かに分かりやすい、メンバーが多いので、あー、ちゃんと見つけてもらえるようにとかはしたりします。ファン思いすぎ、ファン思いすぎ、ですね。それが沼る原因ですかね、皆さん。あやみ、個人的に三つ編みがすごい大好きなの。あ、本当ですか。はい、なんかやっぱメイクさんが似合ってるって言ってくださる髪型って、やっぱ似合ってるかなって思うので、三つ編みと、あとハーフアップが似合う。ハーフアップ絶対似合うと思います。本当ですか。ハーフアップ似合う。します。次してきてください。はい、していきます。ありがとうございます。はい、じゃあ続いていきたいと思います。はい、続いてこちら、じゃん。はい。じゃじゃじゃ。あ、夏といえば。あ、夏。もうすぐ夏、はい、もう夏ですが、夏って聞いて思い浮かぶことありますか。は、花火とプール。花火とプール花火とプール、やっぱりそうですよね。なんか理由あるんですか。理由はなんか小学校の時のことって、学校のことってそんなに覚えてないんですけど、なんか唯一覚えてる夏の思い出があって、小学校の時になんか事前に学校のプールが開放されてる日みたいのがあって、事前に先生に言って行けたりしたんですけど、その日にちを友達とこう合わせて一緒に行く日を、で学校のプールに入って、それが終わった後になんか教室で映画を流して、すごいくれて、すごいクーラーが効いた部屋で映画見て、しかもあの夏休み中だから学校中もすごい薄暗いんですよ。そんな中で、なんかいいですね、映画見て、でなんかそれが花火の映画で、だからすっごい印象に残ってて、夏になるといつもその出来事を思い出すので、すごいいいですね。なんか、はい、青春の出来事。そうなんですよ。すごい覚えてる。それを聞くと私は、はい、プール、夏休みのプール、小学校のスタンプとか集めるプールはすごい、まあ、いい思い出っていうかあるんですけど、ギリギリの季節の境目に入るプール、寒いプールあるじゃないですか。寒いですね。そう、あれ入った後のクーラーガンガンの部屋で、あ、クーラーガンガンじゃないか、その時はみんな寒いから唇青くして、はい、なんかめちゃくちゃみんな体調悪そうにしてたなっていうのがすごい浮かぶ。めっちゃ保健室行くな確かに、でなんかあともう一個あるんですけど、あのダメかもしれないんですけど、次のプールの後に次の授業があったりすると、着替えてる時間でかかっちゃうのはもう先生ってどうにもできないじゃないですか。そうですね。だからちょっとみんなで着替えを長引かせて次の授業に押していくっていうのをみんなでやってたのも懐かしいなって思います。お主も悪いよのでもガンダッシュしてたイメージあります、プールの後。あ、すごい間に合う懐かしいですね。懐かしいですでも今年もプールね、行きたいですね。行きたいです。あ、キャンキャンでも、ナイトプールをやるので、東京プリンスホテル、私キャンキャンの専属になりたての時にプール開きのイベントをそこでやったのが、3年前ぐらいかな。すごい思い出の場所、すごい覚えてて、あのコロナでやってなかったんですけど、3年ぶりですかね。でまたやるので、ぜひ皆さん行ってみてください。さっき宣伝急に見ました。あ、見ました。写真見させてもらったんですけど。あ、本当ですか。めっちゃ綺麗で、もう映えって感じでした。ナイトプール行ったことあります。ナイトプールはないです。ないですか。昼間の、昼間、そうですね。で私も昼間だな。ナイトプール行ってみたいです。仕事じゃなくても、
あ、プール開き覚えてますよ。ゆうこちゃんとしてましたよね。へー、恥ずかしい。すごい。本当に緊張してたの覚えてます。プール開き、あ、自分も今年プール行きたいな。去年はなんか舞台の稽古とかぶってて、うん、そんなに夏を満喫できなかったので、うんうん、今年は行くタイミングがあれば行きたいなって思います。はい、今年は行ってみましょう。はい、そして可愛い水着姿を上げてください。ファンの方はきっとそれを期待して待ってるのかな。はい、待っててください。はい、じゃあ続いて次のコーナー行きたいと思います。はい、続いては皆さんお待ちかねのゲームをやっていきたいと思います。やったー、ゲーム。はい、本日のゲームは題して、うん、題してこちらです。何の写真でしょう。おー、はい、何の写真でしょうっていうゲームをやっていきたいと思います。はい、このゲームは徐々に画素数が細かくなる画像を見て、その画像が何なのかを当てる早押しクイズになっています。皆さんも一緒に考えてみてください。はい、はい、全部でね5枚ぐらいの写真が出て、だんだん、なんだろう、よくねクイズ番組とかであるなると思うんですけど、だんだん画像が見えていくので、はい、その中で何の画像か当てていくというゲームになっています。そして、はい、久しぶりですが、一番正解できなかった人、負けた方にはなんかもう敬語とタメ口が負けた方は罰ゲームを今日はやりたいと思います。罰ゲームモノマネを負けた方はやりますので、はい、皆さん楽しみにしていてください。はい、では早速やっていきたいと思います。はい、あ、でちょっと答えが書いてあるかもしれないので、うん、なるべくコメントは、あ、コメント見ずに、うん、答えてる時は見ずに。はい、はい、では皆さんも考えてみてください。はい、では1問目こちらです。はい、え？え、待って、全然わかんない。これこうやってやる。え？わかりますか？え、もう言っていいんですかね、わかんない。え、わかんない。海？海？そういうことですか？あ、そういうことですね。はい、なんだろう。へえ、なんだろう。青ですよね。あれ？なんだかと空。結構難易度高いですね。あ、次行った。なんでこれは。え？え？海ですよね。絵画。なんだ、待って、え？え？クジラ。クジラ。
ライオン。すごい。すごい。これはわかんのすごい。ちょっと悔しい。頑張ります。絶対違うって思った。すごいですね。びっくり。めっちゃ色のあれでかな。すごい。色の感じ。快速ですね。すごい。びっくりした。すごい。はい。じゃあ続いてやりますか。ちょっと頑張ろう。とりあえず押そう。へー、わかんない。火山。なんだ？え、待って、絶対に当てたい。赤。え、でもカラフルですよね。うん、カラフル。なんだろう、上は赤。夕焼けの海。わかんない。運動会。はい。怖い怖い。何？わかんない全然。なんだろう。あ、なんか見たことある。何？富士山。またね。何？紅葉。あ、怖い怖い。とりあえず落とした。私。やったー。すごい。とりあえず押してきました。何の写真ですか？これはなんか東京タワーのふもとで、あの台湾フェスティバルみたいなのをやってて、それに行った写真でございます。すごい。はい、赤いのはちょうちん。ちょうちんで、そう。でも美味しかったんですよ。食べた台湾の。美味しそう。屋台飯みたいなのがいっぱいあって。でお酒とかもあんま飲まないんですけど、ハインの台湾のお酒がチューハイっていうのかな、うん、があってめっちゃ美味しかった。美味しそう。美味しかったです。はい。はい、じゃあ、まだ1問正解なんで当てない。あと何問でしたか？2問か。あと2問。あやみんが3回分かった。3回全部正解したら同点ですよね。確かに同点ですね。よし、頑張ります。はい、じゃあ続いてお願いします。わかんない。なんだ。わかんないよ。全然出てこない。あ、わかった。レインボーブリッジ。すごい。なんで？やった。綺麗。夜のレインボーブリッジ。夜のレインボーブリッジ。なんとか。わあ。すごい。すごい。よし、頑張るぞ。あと1問。あと1問ですよね。よし、これにかかってますね。じゃあ続いていきましょう。続いてこちらです。なんだ。わかんない。フラミンゴ。確かにピンクもピンクがありますよね。あるから。なんだろう。全然わかんない。なんだろう。これはなんか出てきちゃった。言っていいんですか？これ。いいですよ、全然。救急車。ごめんなさい。ごめんなさい。そっか、溜めてたら出てきちゃう。あ、だんだん出てくるですね。そうですよね。ちょっと申し訳ないですね、今のは。はい。救急車だ。同点ですかね。同点。同点。平和に終わった。発言する前に押すスタイルですね。楽しい、これ。ね、欲しいですね。欲しいですね、これ。同点、追いついた。そう、じゃあじゃんけんしますか。じゃんけん。じゃんけんで勝敗を決めますか。はい。2人ともモノマネって言ってる方もいますが、まあこれは勝負なんで、はい、じゃんけんでね、はい、決めたいと思います。どうしますか。1回にしますか。3回。さあ、3回。さあ、前にしますか。わかりました。じゃあ3回ですね。はい、いきますよ。さんま。あ、そうだ。さんま。あ、そうか。強くないですか。あ、そう。よかった。強い。みんな見たかった。
ったですよね、あやみんのモノマネ。いやいやすごい、久々に3対1でじゃんけん勝った気がします。すごい全部、しかも1回マイクにならずに負けた。綺麗に負けた。なんかでもちょっと運を使い切った気がして嫌なんですけど。はい、じゃああやみんのモノマネを、はい、何でもいいんですよね。いいですよ。何のモノマネをしますか。じゃあ待ってくださいね。はい、アンパンマン。アンパンマンのモノマネをします。アンパンマンのモノマネ。ちょっと声だけ聞いたら多分似てるので聞いててください。わかりました。じゃああやみんのモノマネまで3、2、1。アンパンマン。お、あれあれ偽アンパン。あ、違う、そうだ、僕アンパンマンだ、ごめん。なんか似てるような。似てますか。似てるようなあやみんだったような。ちょっといい声が出なかったような。まあでも可愛かったです、ね、おおって言われてる。おお、あ、でも似てる。可愛い、可愛いなって。あやみんまん、あやみんまんだった。あやみんまん。ざわ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 してますね。可愛いなって。かわいい、かわいいです。ドラちゃんやってみて言ってました。ドラちゃん、ドラちゃんできますか。はい、いっぱいモノマネやらせる。ドラちゃん、ドラちゃんのセリフって何。じゃあ、あやみんの、はい、あやみんのドラちゃんまで3、2、1。僕、のび太くん、僕、ドラえもん。すごい、似てますか。絶対似てます。やらせてもらえなかった。やらせてもらえなかった今。絶対可愛いのに。のび太、のび太くん、のび太くん、起きてよ。ちょっと違う、人のこと言えない。、はい、じゃあ終わりましょうかね。はい、はい、では以上、何でしたっけ。何のコーナーでしたっけ、はい、何の写真でしょうのコーナーでした。はい、ありがとうございました。はい、あの同点で終わりましたね。はい、はい、ということで、あっという間にエンディングのお時間がやってまいりました。はい、ではここでお知らせのお時間です。はい、まずあやみんお願いします。はい、今 AKB48 ニューシングル元カレですのお話し会が受付中なので、ぜひ皆さんお話し会いらしてください。お願いします。お願いします。はい、あと劇場公演、今劇場で公演毎日いろんなチームがしているので、そちらももしよかったら見に来てくださると嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。すいません、変な声出したら。なんか変なところに入ってた。大丈夫です。悩みました。大丈夫です。はい、では次、私からお知らせがあります。はい、はい、キャンキャン8月号が昨日発売されました。イエーイ。はい、ぜひチェックしてください。そして、このあと今日の反省会配信のあと、うん、9時半頃からキャンキャンの公式インスタライブにて発売、8月号発売インスタライブをやる予定ですので、そちらもぜひ見てください。たくさん質問などもお待ちしているので、ぜひぜひお願いします。はい、そして番組からのお知らせです。ショールーム画面のハートマークを押すと、この番組をお気に入り登録できます。うん、はい、お気に入り登録していただくと、次の配信が始まる前にショールームアプリにお知らせが届きますので、ぜひまだの方はお気に入り登録よろしくお願いします。はい、ではあやみんどうでした。今日楽しんでもらえましたか。楽しかったです。あっという間に終わっちゃいました。早かったですね。めっちゃ早かったです。いっぱい笑ってすごい楽しかったです。うん、楽しかったですね。はい、あのすごい話しててほんわかした雰囲気で、私も癒されて、あの沼る皆さんの気持ちが分かりました。どうですか。分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。次は三つ編みで、はい、次ぜひ。あ、でもハーフアップがいいって言って。あ、そうだそう、忘れてた。ハーフアップにします。ハーフアップでぜひまた遊びに来てください。はい、はい、ゲームもね、ちょっと勝敗をちゃんと、確かにじゃんけんではなく決めましょう。次こそ決めましょう。はい、そして皆さんもたくさんコメントやギフトもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではここでユーザーさんランキングの発表をし
たいと思います。はい、はい、では10位からですね、うん、いでは10位、ケ、あ、どうやって読むんだこれ、ケネスさんかな、ケンさん、ケンさん、ケンさん、ありがとうございます。そして9位、ライシさん、ありがとうございます。そして8位、タカアットアヤミンさん、ありがとうございます。そして7位、スロキチアットシンゴさん、ありがとうございます。そして6位、ワタルアットアヤミン、あ、おっしゃった、アヤミンにキュンデスさん、ありがとうございます。そして5位、ワイマツアット428さん、ありがとうございます。そして4位、パタパタタカヒロさん、ありがとうございます。そして3位、ペンギンヒップさん、ありがとうございます。そして2位、アルニスト、はい、アットアヤミンシカさん、ありがとうございます。そして1位、ヨシコちゃんさん、ありがとうございます。はい、皆さんたくさんありがとうございました。はい、では早いのですが、はい、最後に番組恒例の、うん、私がショールームで人気になるための私がショールームで人気になるためのアドバイスをいつもゲストの方からいただいているので、あやみんからもいただきたいです。はい、はい、ショールームは割と素で話す、うん、私も素で話すことが多いので、なんか普段の自分とはまた、なんだろう、配信を見たくて見に来てくださってる方が多いので、素で話したりすると、うん、なんかやっぱそこだけでしか見れない自分じゃないですけど、うん、なんか基本飾ろうとかあんまり考えずに素で話したりしたりとか、うん、あとやっぱ言葉、あの文章じゃなくて言葉でこう配信するので、うん、なんかエピソードとかだと結構文章だと伝わりづらいから、うんうん、なんか普段あったこととか、うんうん、ちょっとした出来事とかを配信でこれ話そうかなって思って話したりとかします、うんうん、そうですよね、インスタとかの投稿って、はい、なんかね、最近だとあんまり長文書いても読んでくれる人も少なかったりしますしね、はい、かそういうこと、普段のエピソードとかを話して、結構話したりします、プライベートなことも。沼じゃあちょっと皆さん、なんか沼担当って素晴らしいなと、はい、思いまして、なんか皆さんから見た、なんかこれって沼っちゃうよねみたいな、あやみんに沼った、あの原因を解明したいなと思うんですけど、ありますか、皆さんどうですか、どういうところで沼りますか、なんか計画的に沼らすもんでもないけど、ないけどね、気になりますよね、すごい、沼に肩まで使ってあ、ファンサ、ファンサ、いつもニコニコ、ニコニコ笑顔、あ、レスをくれる、レスってインスタとかの、レスはあのステージ上ですね。あ、私ステージに立ってる時が一番大好きで、ファンの方に会うのが本当に好きで、なんかやっぱいろんなことを、なんかいろんな時間を使って会いに来てくれてるから、絶対に楽しかったっていう気持ちで、なんかどの席で見ててもそういう気持ちで帰ってほしいなって思ってるので、なんか劇場公演はやっぱ心がけてます。ファンの方に楽しんでもらって、もうファン思いっていう、嬉しい、みんないっぱい、ね、読みたいコメントもありますけど、わかりました、心が綺麗なんです、本当にそうですね、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、大切なものを学べましたいやありがとうございます、はい、では早いんですが、お別れの時間がやってまいりました。はい、はい、この後9時ちょうどからこちらのルームで反省会配信という名の個人配信をやりますので、うん、私も素であやみんのような綺麗な心でやっていきたいと思いますので、ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです。そして9時半頃からを予定しているキャンキャンの発売インスタライブも、ぜひあのキャンキャンの公式インスタグラムでやるので、そちらもぜひ見ていただけたら嬉しいです、お願いします。はい、それでは楽しくお届けしましたキャンキャンルーム、お別れのお時間です。次回の配信は7月7日の木曜日20時からを予定しています。次回は七夕配信なので皆さん楽しみにしていてください。はい、では次回もぜひ見てください。ではバイバーイ。
ました。